はい、皆さんこんにちは。今だからのんびりフィルムカメラの一人フォトです。はい、今日もね、実は、月に2回くらいね、完全休日を取って、旅に出るということを、まあ、強制的にね、やっているんですけれども、今日はね、久しぶりにフィルムカメラを持ち出して、コダックゴールド、200の36枚撮りですね、をフィルムカメラに入れて、36枚撮影しました。ところがね、どうもね、しっくりこなかったんですよ。というのはなぜかというと、使ったカメラはキヤノンの T90、レンズはね、シルバー、モデルのキヤノンの FD50mmF1.4、まあ、A がない代わりに緑に合わせて、で、絞り有線とプログラムで撮影をしてみたんですけども、この、フィルム感度はね、DX 読み取りなので、特に設定する必要がないですよということが分かっていたんですけど、でどうもね、撮影していて思ったんですけど、自分が思っているよりもシャッタースピード速いんですよね。で、実は素敵な木曽川撮影作家さんからいただいたマニュアル もう開いてね、ちょっとこれでやってみたつもりだったんですけど、どうもおそらくね、私の多分使い方が悪かったのかもわからないんですけど、なんかね、やけにシャッタースピード速いなと思って、ちょっとね、心配です。で、今実は36枚撮ったのでね、今フィルム入ってるんですよ。なのでちょっとフィルム取り出してみますけれども、使い勝手はね、非常に良い、カメラです。で、撮影したフィーリングもすごく良かったんですけれども、どうも私ね、今はね、いいんですけど、今日やっぱり昼間だから明るかったのかな、今はおかしくないんですよ。プログラムで、シャッタースピード250分の1で、まあ、この明るさだと、絞り5.6、まあ、そんなにおかしくないんですけども、今日もちょっと明るかったのかな、なんかシャッタースピードがやけに速いなと思ったんですね。なので、もしかしたらね、この36枚、もう全部白飛びしてる可能性があるかなと思って、ちょっと心配してるんですけれど、一応、マニュアルの設定通りには設定して撮影をしてみました。撮影したのはどこかというと、山梨県北杜市の清里ですね。清里の、清泉寮、ホテルのあるところですね。清里開拓のポールさんの、銅像のあるところですね。で、ハンバーガーを食べながらね、お昼で、撮影したのと、それから、その後ね、私くらいの、ね、今から40年前ですね、くらい前に、清里の駅の周辺のにぎわいをご存知の方、多分ね、私のチャンネル見てる方はね、結構いらっしゃると思います。関東圏からもそうですし、まあ、いろんなところからね、全国の若者がね、ペンションに泊まりながらね、まあ大騒ぎですよね、本当に。男性も女性も、きらびやかな、ネオンサインに誘われて、しかもミルクですね、八ヶ岳のミルクだとか、ソフトクリームだとかにね、憧れて、みんなで、まあ、集った場所なんですけども、そこを、まあ、今はね、閑散としてるんですけど、実はね、清里駅前ね、ここのところ、ちょっとずつ店がまたオープンし始めて、ミルクポットのお店ありますよね、
あそこがね、今日昼間、まあ、夏限定らしいんですけれども営業してたんですよ。なのでちょっと昔を知る私としてはね、嬉しかったですね。なんですけども、そこでね、実は36枚撮り切ったんですけど、なんとなくね、シャッタースピードが速いなーって、ちょっとこんなに速いはずがないなと思ったんですよね。で、今こういうふうに、まあ、カラーシャッターで切ってみると、ちゃんと適正の、今だったら F3.5 の90分の1秒だから、まあ決しておかしくないんですけど、まあ今日昼間だったからね、明るかったからかもしれないですけれど、ひょっとしたらね、全部白飛びしちゃってたらどうしようかなと 心配していました。まずね、今日の話題1つ目はね、この話 キャノンの T90 でフィルム36枚撮り通してみたって話ですね。次はね、素敵な人が撮影家さんからいただいたこれ専用のストロボ、今日も実は持ってきてたんですけれども、ちょっとまだ使い方に自信がなくてね、今日は使わなかったんですけど、次回はね、使って撮影をしようと思っています。ということが一つと、今日実はね、まあ今までちょっと課題だったペンタックスの一眼レフって、皆さんもご存知だと思いますけど、ペンタックスの一眼レフカメラがハードオフなんかでやっぱり急速に影を潜めていますよね。もともとね、ペンタックスのカメラってそんなに数の多いカメラではないんですけれども、まあ昔はね、もっと多くあったような気がするんですけど、最近はやっぱりキヤノンの、デジタルカメラが多くて、次にニコンが多いのかな。で、ペンタックスはね、さすがにね、最近ちょっと少ないなと思っていたんですね。で、今実は今日もね、川口のこの湖畔に来ているんですけれども、まあ清里から河口湖に行く間に、まあ、韮崎を通って、まあ、甲府昭和のインターに行く途中に何あるか皆さんご存知ですかね。まあ、この辺に住んでる方はご存知だと思いますけれども、ハードオフ、があるんですね。で、見つけたんですよ、ついに。しかも、このカメラにしてみればかなり手頃な値段で、見つけました。ということでちょっとご紹介をしたいと思います。その前にね、バッテリー今充電中なので、ちょっとバッテリーをね、持ってきますね。はい、ということで今ね、ちょっとバッテリーを持ってきたんですけれども、今日、出会ったカメラというのはペンタックスですね。ペンタックスの KR です。で、ペンタックス KR もね、最近はね、もうほとんどね、見かけなくなりましたよね。なので、このペンタックスの KR で見てください、これ。見ていただくと分かるように、傷一つない、本当に。おそらくね、シャッターの枚数って相当極小だと思います。本当に使用感のないカメラなんですね。で、まあ欲を言えばね、これももう少し古い CCD センサーの、カメラがいいなとは思っていたんですけれども、値段的に言うと、おそらくね、このレンズを抜かし、あ、えーとね、レン、レンズがついた形でボディ単体よりも安いくらいの値段で販売されていたんですね。ということは、まあまあ、相当安く 販売されていました。ということで、これでね、私が持っているフィルム時代のオートフォーカスのレンズが全て、オートフォーカスで使えるようになりました。ということで、すごく嬉しいですね。で、このカメラですけども、発売は2010年の10月7日ですね。
当時ボディ単体で7万4800円したということで、レンズ付きで7万9800円ですか。有効画素数が1240万画素、CMOS センサーですね。で、私の持っているのは、ここにね、バッテリーが入っている、専用バッテリーが入っているタイプです。ですけど、これね、今でも販売されてるんですけど、ペンタックスから、単三電池のホルダー売ってるんですね。純正のバッテリーは D の、LI109 かな ですけれども、D の BH09 というのが、ペンタックスからまだ今のね、バッテリーホルダー売ってます。それから互換性の、純正はね、3408円ぐらいするんですけど、互換性、まあ互換品ですね、これは1080円くらいでまだ販売されてるんですね。なので、これと、バッテリーチャージャーとレンズキャップと、それからレンズ、このレンズもね、使用感がなくてピカピカですね、カビ一つありません。ということで、今日はね、当たりでしたね。これで本当にね、皆さん、ね、何がいいかなとか、ペンタックス K3 がいいのかなって、K5II の S がいいのかなとかね、いろんなことを悩んでいて、まあ、いっそ、ね、K1 マーク2とかね、いろんなこと考えたんですけど、もう、このカメラで十分です。で、なぜこのカメラが気に入っているかというと、ペンタックスにカスタムイメージってありますよね。カスタムイメージ。で、ここに、このカスタムイメージに、まあ、さまざまな設定があるんですけど、まず基本設定が鮮やかですね。で、次が、ナチュラル設定があります。で、もう一つ、普通、ポートレート用の人物というのがあります。それから、風景ですね。ちょっと鮮やかに、特にね、ブルーとかね、グリーンとかイエローとか鮮やかになる風景。それから、マゼンダとかね、強めに出るみやび。それと、まあ、すべて控えめになっているほのかですね。で、まあ、最近よくね、まあ、銀残しとかね。それから、最近私がよく使う、富士フィルムで使っているリバーサルですね。という設定があって、まあ、富士フィルムのフィルムシミュレーションとやっぱり似たような感じで、ペンタックスさん、今もね、こういった、設定を大事にして、設定増やしてますけれども、とりあえず本当に使ってみたい、私が使ってみたい、みやび、ほのか、それから銀残し、リバーサルですね。まあ、これだけ、使えればね、なんていうのかな、私がこの中からどっかね、好きな、ラインナップをこれから見つけていこうかなと思っています。で、もちろんペンタックスの K マウントですので、まあ、ついていたのはズームレンズの18の55ですね。もうスタンダードなレンズなんですけれども、これ以外の、以前からあるね、マニュアルのレンズも使えるので、今日はね、すごく、まあ、ジャンカーとしてはね、収穫の多かった日じゃないかなと思っています。はい、ということで、ね、こんなに使用感のないっていうか、おそらくね、まだ調べてないんで、シャッター回数は、っていうか、ほとんど未使用の形ですね。ね、いい今日は収穫があったなと思っています。はい、
ということで、今日はね、まずフィルムカメラ、キヤノンの T92、コダックゴールド400、200ですね、36枚という入れて、撮影して、まあ、久しぶりにね、見たけど、まあ明るかったのかな、シャッタースピードがちょっと速いような気がしたんですけれども、もしかしたら適正なのかもわからない。これは現像して、また作例ご紹介してみたいと思います。で、もう一つは、課題だった、ペンタックス K マウントのね、オートフォーカスの動くカメラですね。まあソニーのマウントアダプターを買うとかね、っていうような話とは全然違って、本当にね、マウントアダプター買うよりは、全然めちゃめちゃ安く手に入れることができました。はい、こちらもね、撮影して、また作例の方をご紹介をしてみたいと思います。はい、ということで、今日はね、フィルムカメラの話題と、ペンタックスのね、新しいカメラのお話をさせていただきました。これからもね、さまざまな、カメラの話題で皆さんと情報共有してみたいと思います。で、今日皆さんにね、ご質問ですけれども、もしペンタックス KR とかね、まあ、それに近い機種使っている方がいらっしゃるとしたらね、このカメラがどんなカメラなのかっていうこと、それからどんな設定でいつも撮ってらっしゃるのかっていう、まあ、設定っていうのはね、なんだっけ、はい、撮影スタイルですね、カスタムイメージ、どのカスタムイメージが皆さん好きでしょうかというご質問をさせていただきたいと思います。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。皆さんからの温かなコメント並びに、チャンネル登録、旅チャンネルの、6大、10大夫婦の1チャンネルの方もね、ぜひご覧いただきたいと思います。そちらの方もね、今日、今回の、まあ、旅の様子がもし動画で撮れれば、また、配信させていただきたいと思いますので、ぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。さよなら。